神は福の神七福神を人間界に送られた。弁財天、恵比寿、福禄寺、毘沙門天、大黒天、布袋尊、寿老尊、愛する夫を亡くし、その上愛息子まで、そんな失意のどん底にいたそこら辺のおばさんが世界を救おうと立ち上がった。おばさんをサポートする七福神の恵比寿と名乗る謎の老人は不思議な水晶玉を与えるのだった。その水晶玉に触れると悪を善の心に変える力や生きるパワーを増幅させてくれるという。このおばさん、そんじょそこらのおばさんじゃない。人を殺さないで世界を救う。七福神が世界を救う。おお、おばさん、おばさん、やってるやってる。そうだな、刀の構え方、そしてね、切り込み、そして握り、完璧だ。よし、この大根、見事に切ってください。あ、見事見事。うん、あ、皆さん、こんにちは。佐藤春子役と弁財天役を演じさせていただきました飯尾ひろ子です。どこにでもいる普通のおばさんがどのような体験をし、どのように変わっていくか、どうぞこの映画をご覧ください。はじめは小さな映画ですが、やがて世界に羽ばたく映画になることを信じています。皆様のご支援、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。あそこが過激派のアジトなのか？大丈夫か？先輩、愛する夫を亡くし、その上愛息子まで、そんな失意のどん底にいたそこら辺のおばさんが世界を救おうと立ち上がった。
人は愛する人を守る、時には戦う、しかし殺さない。このおばさん、そんじょそこらのおばさんじゃないぞ。七福神が世界を救う。あなたの